はい、では今日の企画、今日の企画はですね、もう事前にもちょっとご案内しましたけれども、今時点でのサンクスチャンネルの YouTube でのですね、収益金がいくらだと思いますか？いくらだと思いますか？いくらだと思います？どのぐらいだと思います？まあ100は硬いと思います。100万。あ、トータルっすもね。トータルですよ。100万は硬いと思うよ。だいたい、だって俺結構試合中とか登録してますっていう選手いますからね。認知度で言えるトータルなんだ。今までのね。今までのですよ。今までの積算ですよ。めちゃくちゃ言われるよ、俺本当に。会う人。まあアルビレックス新潟のサポーターの方多いですけど、登録してますっていう人はすごい多いです。なるほど、はい。いやいやいや。あんまり引っ張るところじゃん。選手もね、ちょっと多いよね。選手も増えてきたね。チームメイトとかが。スタッフとかもよく言ってきますよ。なるほど。スタッフも多いですよ。うん、いますよ、いますね。なんとですね、なんと。ちょっと多い。44,229円になります。YouTube 厳しいんだね。YouTube ってすごいな。そう考えないな。だから YouTube でそんなね、稼ごうなんてね、思ってる人たちはこれ見てもうね、諦めた方がいいよ。やめた方がいいね。そんなね、偏僻な思いでやるもんじゃないです。うん、本当に。結構これ大変ですよね。だってね、一人でやろうとか思うとね。はい、大変です。YouTuber すごくないですか？そう考えたら。すごい。めちゃくちゃすごい。時間と労力とやっぱお金使ってますよ、それ。はい、だから100万円取ろうと思った、100万円お金稼ごうと思った、その多分倍ぐらい使ってますから。でですね、サンクスチャンネルは、ね、皆さんの有志から、まあこう、どんな思いでこんなチャンネルにしていきたいかっていうところからするとですね、なんとこの44,229円を元手にですね、皆さん1万円ずつお渡ししますので、はい、今日は島村でコーディネート。島村ね、この企画を出していただいたのはですね、のどちんこ監督です。はい、なぜ島村企画に至ったか、ちょっと。ああ、いいですよ。これはですね、私以前所属してました名古屋グランパスに、ブラジル元代表のジョー選手がいまして、うん、でジョー選手が日本に、まあ、初めてですね、日本のチームに来てですね、で通訳の方に興奮状態で朝来たらしいんですよ。おい、通訳の方トニーっていう名前です。おい、トニー、めちゃくちゃ安くてめちゃくちゃ質が良くて、うん、めちゃくちゃ種類豊富な店があるぞ、名前ちょっと分かんないんだけど、うん、お前絶対知らねえから連れてったから俺の車に乗れって言われたのが島村らしいです。世界に世界のこの島村、ここでぜひコーディネート対決したいなと思いまして、これはある意味もう本当にジョー選手に捧げる、会になると思います。なるほど、なるほど、はい、おー。で今回このね、コーディネート、ね、対決なんですけど、コーディネートしたものはですね、なんと視聴者プレゼント。もしかしたらジョー選手にも応募すれば来てくれるかな。来てくれると思う、めちゃくちゃ好きでしたから。ああ、まあね、できることならこの衣装を着て、はい、まあ、あのコロナが明けたら、ね、サッカーの応援に来ていただければと思います。再開したいです。はい、パラッパラーパラッパラー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 、はい、今日はファッションセンター島村にて全身コーデ1万円でやっていきたいと思います。では行ってきます。では島
村1万円コーデ買いに島村に来ました。行っていきたいと思います。 GO！買ってきました。こんなに大量です。いや買ってきましたよ。戦かしです。君たち戦いそう。もうこれ戦いますよ。オッケー、どこでも行きます。オッケー。はいはいはい、来ました、島村。俺初めて島村で服買ったけど、はい、普通にかっこいい。かっこいいですか。結構いける。千葉さんの身長があるとかではない。全然いきます。いや身長関係なし、サイズ感もすごいあるし、おしゃれ。結構いけると思う。戦いが行くぞ。よいしょ。買ってきました、しっかりと。結構絶妙なラインを攻めたとは、値段的なものはね、攻めたとは思うけど、まあ、あとは着こなしたいと思います。ではですね、やっていきたいと思うんですけど、はい、どうしましょうかね。順番、なんか順番はいいね。悪いことはちょっとルーレッターはもう寝ましたので、じゃんけんにしましょう。早いな。じゃんけんで6半連だから、6半連だからって言ってましたから、はい、じゃんけんで決める。で、ちなみに昨日の LINE では確認できてないんだけど、2パターンある人いる？いや、1パターン、はい、1つも。じゃあ、あれじゃない、大悟くんが最初に1パターンいって、最後いきますか。これ自分が着ればいいですか？自分が着ればいい、はい、着替えてきて、いきますみたいな感じですよね、だから。うん、そうそうそう。俺結構自信あり、自信っていうか、まあ受けはいいと思う、視聴者の。なるほど。誰も聞いてない。あれだよね、応募をしてもらえばもうそれが人気投票になるってことで、応募総数でいきましょうね、チャンピオンを決める。これはじゃあやっぱモデルとしての力量も大事ですね。じゃあまあ単純計算でいって、大悟は5000円ぐらいってことか、 2パターンってことは。そうだね、そうですね。いけるっちゃいけますね。え、だっていかなかったでしょ。いや全然いかなかったけど、だからそのなんだろう、その小物とかでちょっと足したよ、うん、アクセサリー的なのも入れてね、うん、場面をコーディネートさせてもらった。ある場面切り取って。ああ、なるほど。これ多分さ、北海道で売ってる島村とこっちじゃさ、うん、違うよね。違うよね、多分季節的にさ。ダウンとか売ってるし、だってまだそっち売ってないです。売ってないでしょ。さすがにもう売ってないでしょ。耳のこれ、耳のこれとかはさっきも売ってない。売ってない。え、もう夏、もう夏なのか、夏。そう、みんな靴とかさ、あった？そう、あったよ。あったっていうか、まあ、4つしかなくて、同じので色違いみたいなのしかなかったです。あ、2個いったのね。いや、1個です。1個なんすけど、色違い、その2種類しかなかった。どっち買おうってことでしょ。そうっす、うん、靴ないよね。僕のばあちゃんが畑に行こうかって時のサンダルみたいなのしかなかった。今のはもう島村さんの本社の方に向いて謝った方がいいよ。そうだね、それはもう一礼した方がいいと思う。あれ、島村で買ってるな。まあでもめちゃ安いよね。俺でも本当に安い、初めて、まあ行ったことあるけど、そのガチでこう服を選ぶの初めてだからさ。よし、じゃあいいですかね。あ、もうできましたか。